埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズの一戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝え。まずはライオンズの先発松坂がメットライフドームのマウンドに上がります。ベテランらしく巧みに立ち上がってほしいところです。立ち上がりの配球なんですが、里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？まずその日のピッチャーの出来を早く把握して、いい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーがそのいい球引き出すことができるのか見ましょう。インサイド変化球決まっています。キレのあるいいボールでしたね。インロー、キレのある変化球に空振り。あっという間に2ストライクです。落としました。外れます。落ちる球できました。さあ仕留められるか。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。バッターは2番